記号 PR 記号岐阜県高山市一宮町の豊坂義和さん、81宅で、この地方に江戸時代から伝わる民芸品の宮笠、宮笠の製作が最盛期を迎えている。宮笠は今月24日に同志本町などで開かれる、24日市で販売される。宮笠は江戸時代、主に農作業の際に日よけや雨よけなどに使われてきたといい、 農民が農間期の冬場に副業として制作したのが始まりとされる。宮笠は赤茶色の一位と白いヒノキを大根のかつら向きの要領で厚さ約1ミリに薄く切り、伏約5ミリ、長さ約60センチの短冊状にして編み上げる。セミをかたどった飾りをつけた、セミ笠や一位とヒノキで作る、紅白、ヒノキの実の、無地など4種類がある。材料の調達から編み上げ、 販売までしているのは現在、この地方では豊坂さんのみという。数年前から長男和彦さん、54が網法王、を、次男秀樹さん、51が材料作りを修行している。豊坂さんは、伝統を守り、楽しみに待っている人のために作っていきたいと話している。24日市は24日午前10時から午後5時、市内の中心商店街の本町通りと安川通りで開催。 多くの露店が軒を並べ、宮笠などの民芸品や地元グルメなどが販売される。開き括弧大竹義行とじ括弧